あーちゃんです。あーちゃんです。パパです。今日はね、ど真ん中祭りっていうのに来ましたよ。何それ。茨城県のここはね、あの関東のね、ちょっとど真ん中なんですね。わかります？わかんない。関東地方のど真ん中なんです。だからど真ん中祭りなんですよ。わかりました。じゃあ行ってみましょうね。みちきです。みちき、さっき公園で遊んでる時に転びまして、顎がちょっと痛そう。カナツシオンが先に行ってしまいました。あの体育館はよく新日本プロレスが来ます、毎年。1月2月頃に。タチ、ど真ん中祭り、ど真ん中祭りというやつですね。何してんの？ポケモン GO してんの？メガクチート欲しいの、メガクチート。ポケモン GO かい。これ何？食べない。ちょっと終わりかけだから人がまばら。あれ、ジュリアナのたたりとかここ来たらいいと思うな。ちゃんとステージあるしね。そう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 。ちょ、来年あたりちょっとジュリアナのたたりさん、ど真ん中祭りなんていかがでしょうか。こちらのほら、ちゃんと小賀の商工会議所だっけ？そうやな。とかに、どうですかって、押しかけませんと。そう、そうやってやればいいのね。ピュッ、ピュッ、ピュッ。お、ごっくいよ。大丈夫か。大丈夫だね。はい。かっこいいじゃん、ミッキー。かっこいい。はい、どうぞ。ほら、あーちゃん素敵。ほら、行ってきて、ほら。かっこいい。撮ったよ。はい。みちき、どうやってやったん？こう。かっこよかった。さあ、ちょっとさ、お腹も空いたんで、ご飯、ちょっとなんか食べますか？お腹空いたね。お腹空いたね。あっちゃい、あっちゃい、ぐっつって。何食べる？いろいろあるけど、何食べる？唐揚げ。唐揚げ？ポテト。ポテト。全然美味しい。バブリーな方々がいっぱいある。サタラーさんもいっぱいいる。違うよ。じゃあ帰りにしよ、帰り。ああ今持ったら帰り。そうそうそう。実はここがサタラーやん。ポテト、ポテト、ポテト買いこうじゃん。フリフリポテト、フリポテありますか？あった。あった。混んでる？大丈夫？混んでる。大丈夫。混んでないよ。あった。混んでない。あった。これ見つけたよ。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ポテト。ポテトありましたわ。チーズボール。どんどん行こう。どんどん。唐揚げあっちに。なんでもいいよ。どんどん行こう。あ、はいはいはい。唐揚げ、じゃあシオン唐揚げ行こうか。オッケー。どこ唐揚げ？あそ、ママ買っといてね。唐揚げ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 。ちょっと持って。うん。ちょっと待ってね。美味しい。はい、行ってきます。どっかにやると思った。唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ。焼きそばもある。じゃあこれで買ってきてください。はい、適当に小銭使っていいから。
コーン。お、買ってきたポテト。ポテト。カルバ揚げ。バーグキュン。どういうこと？400円だった。そんなこと聞いてない。どういうこと？400円だった。誰を女子会の？もも。どうも。相談してください先に。いや400円だったからさ。わかりました、どうぞ。焼きそば？焼きそばここに売ってたよ。バーベキュー。蕎麦屋さんとかもある。かき揚げ天ぷらそばが売り切れか、残念だな、食べたかった。一番好きなやつ、コーヒー。おなぎやるよ。おなぎやっていきなじゃん。あ、すごい。よかったね。楽しい。あーちゃんすごかった。あーちゃんパーフェクトだから3個。見て。すごくいい看板があるあそこに。ジョーロース。ジョーロース。私は厚切りしようかな。なんかさっきのさ、なんだっけ、海鮮がいい。何食べたいの？花と何か買ったの？出た落書きせんべい。誰か。あっちゃん。はい。よぼくねこれ。うまそう。一口でいっちゃいますこれ。はい。どうですか？うまいです。そりゃそうですね、ホタテだもん。うん、ブリンブリン。うまっ。クラゲ。クラゲ。鶏、なんとか唐揚げ。鶏唐揚げ。鶏なんとか唐揚げ。いただきます。うん、うまっ。何ですか？アイスカフェモカ。そう、アイスカフェモカ。美味しいよ、多分。うん、いただきます。混ぜた方がいいんじゃない？うん、混ぜるわ。うん。苦い。そうでしょ。うん。絶対あるよね。フラペチーノ的な。すごい食べ方なんだよ。うん、美味しい。そうでしょ？うん。甘い。
あんきも超うまそう。絶対うまいじゃん。見て、ようこそあんこの世界に。あ、旅館のやつなんだね。ね、旅館が。めっちゃうまそう。やばいよ、ね、匂いがね、いい匂いだった。あんこうの入ったもつ煮。でももつ煮なんだけどね、匂いがね、魚な感じ。最高やん。めっちゃ魚の匂いする。いただきます。あ、おいしい。ちょっと暑かった、今言ってるわけでした。熱いものだというのを忘れて食べてしまっています。お、柔らかい。魚もつね。なんか来た。食べんの？ラーメンのどこ？ラーメンは入ってないです。ラーメンとか言ってました。ラーメンなかったよな。うどんとかそばはあったけど。そばはそばだわ。うん。どう？超柔らかいよ。いいですか？うん。すごい、なんか不思議。いや、そうね、いつも食べてるのとまた一味違う。あんこうともつ合うね。うん、めっちゃ合う。うまい。炭火焼き。みちきくん、もつ食べるんですか？どう？グー、うん、おいしい。おいしいよね。あん肝も一緒に食べてる。知ってた？あ、みつきでもあん肝食べるんだ。へえ。どう？グー、おいしい。よかったね。